皆さんこんにちは。総務大臣および沖縄及び北方対策の内閣府特命担当大臣、加えて地域主権推進の内閣府特命担当大臣および地域活性化担当大臣、4つの職務を拝命をいたしました川端達夫でございます。総務大臣は主に地方自治、情報通信、そして国家組織、国家の行政組織の分野等を担っておりますけれども、これに先ほど申し上げた3つの特命事項が加わりますので、極めて幅広い分野を担当することになります。野田内閣の下で総理からの指示に基づき、大変厳しい状況のこの国が、地方も含めしっかりと元気が出るように職責を全力で全うしてまいりたいと思います。皆さん方にもご理解とご支援を改めてお願いするところでございます。それでは各担当分野多岐にわたりますが、主な項目についてだけはじめに見解を述べさせていただきます。まず何と言いましても、東日本大震災からの復旧復興はこの政権にとっての最優先の課題でございます。総務省としても被災地の自治体への支援に今日までも全力を尽くしてまいりました。例えば被災市町村への人的派遣の調整、そしてその仕組みの構築、あるいは地方税にかかる負担軽減、避難住民にかかる事務処理の特例法の制定などをすでに手がけてまいりました。さらに被災地域の個別具体のいろんなご要望がたくさんございます。これを連携を取りながら伺いながら、地方自治体の復旧復興への取り組みに対してスピード感を持ってしっかりと支援をしてまいりたいと思います。またこの震災を教訓といたしまして、消防体制の構築、あるいは情報通信の災害に強い通信網の整備等にも取り組んでまいりたいと思っております。地域主権改革、地域活性化については、一括交付金制度、あるいは出先機関の改革などがすでにスタート、議論がスタートし、着々と求めの方向に向かっております。これを一層推進し、実のある形に集約をさせていただきたいと思っていますし、総合特区に関しましても地域の活性化に大変大きな貢献をしているという部分で、さらに充実をするとともに、地方の自主財源の充実にも取り組んでまいりたいと思います。情報通信分野に関しましては、 ITC 施策の積極的展開で、これは新成長戦略に大きな柱でもありますので、積極的に取り組んでまいりたいと思います。また国家公務員の総人件費、2割削減という大きな内閣の目標がございます。担当の関係大臣、蓮舫大臣等と連携を取りながら、実現をに推進をしてまいりたいと思っています。また郵政改革につきましても、郵政担当大臣としっかり連携を取りながら、法律はすでに提出しておりますので、この成立に向けて努力をしてまいりたいと思います。沖縄および北方対策につきましては、基地問題における沖縄県民の負担軽減は当然のこととしながら、沖縄の魅力やそして特徴を最大限に生かして、沖縄の自立と振興を図られるようにしっかりとサポートしてまいりたいと思います。特に沖縄振興特別措置法が今年度末で期限を迎えることになります。新たな法律案を取りまとめのために全力を尽くしてまいりたいと思います。また北方領土の解決に向けて、啓発交流事業等が私の所管でございます。トータルとしてそういうことが前進できるように取り組んでまいりたいと思います。各派にわたる幅広い問題でありますが、全力で取り組むことをまず申し上げて、冒頭の私の発言に返させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。NHK の小林と申します。復活にあたって、野田大臣から何か個別に言われたことと、今日お二人で活動をお話しになったかと思うんですけれども、どういったお話をお考えでしたか。はい、指示書がですね、
9項目にわたって今申し上げたことも含めてですね、かなり具体的に指示書としていただきました。同時に4つの担当があるというのは大変幅広くご負担をかけるかもしれないけれども、とにかく総力全力で取り組むようにというお話ご指示をいただいたところでございます。はい、産経新聞内藤と申します。はい、朝鮮学校無償化適用のですね、審査再開指示について、はい、この指示を指示されるかどうかと、あと永久戦犯を戦争犯罪人ではないとした総理の見解についてどうお考えになられるかということと、すいません、あと最後にもう一つだけ、小沢代表の処分について、見直すべきかどうか、この3点についてお聞かせください。はい、高校無償化の審査再開ですねを菅内閣でお決めになったというのは、これは内閣の方針の決定でありますので、それを踏まえて新内閣として当然内閣の継続性があると思いますが、所管の大臣含めてが判断されることだと承知をしております。また永久戦犯のこれは総理の一連の今までの経過ということに対してのお問いだと思いますけれども、これは質問収集等々を含めては、いわゆる衆議院議員、野田佳彦さんとして、行動されたものであり、私は永久戦犯の問題に関して内閣の基本的な統一見解が出ておりますので、それが遵守されるものと承知をしております。また、小沢元代表の処分問題は、これは党の執行部の執行権限においてされたことでありまして、こういう今の状況を踏まえてどうされるか党の執行部の判断だというふうに思っております。はい、沖縄の琉球新報の中にも、はい、沖縄政策についてお伺いしたいんですが、はい、総理から沖縄担当大臣と総務大臣を兼務する目的についてはどのような仕組みがあったのでしょうか。また県が求めている沖縄振興一括交付金について、野田総理は数字が取り合ってきているように思うというふうな発言をされていましたが、大臣としてはどのように実現するというふうに思っていたのでしょうか。はい、私、今、総務大臣と沖縄、担当大臣を合わせてやるようにということに関して、特段こういう理由だというお話はございませんでしたが、総務省全体の仕事の大きな分として、やっぱり地方が元気が出るようにということが大きな柱であることは間違いございません。そういう中で、沖縄が置かれている、いわゆる歴史的な背景、あるいは地理的な状況、そして基地問題という社会的な問題ということで、とりわけ、国としてしっかり応援をしながら、元気よく自立して、頑張れる県になってほしいというのが沖縄担当大臣でありますので、これは総務大臣での本来の業務に加えて、特別にその分が頑張っていただきたいというのは、矛盾するものでもなくて、むしろ連携を取るという意味では、これ、今まで例がなかったようでありますけれども、連携を取る、かなり政策的には、全国であまねくやるのに加えて、より強化するという意味では、自分自身で連携というのは変ですけれども、制度的に取り組んでまいりたいなということで、おそらく総理の意思はそういうところにあったのかなと、これは直接おっしゃいませんでしたが、と理解をしております。そういう中で、一括交付金の問題も、これは一括交付金をやろうということで、今まで都道府県向けの、全国的にはですね、都道府県向けに投資補助金5100億円というのを一括化したということでスタートをして、総務省的に言えば、次は市町村向け、県ではなくて市町村向けに、そういう投資的な補助をできないだろうかと、あるいは経常補助金はどういうふうにできるんだろうかというのは、今、議論に始まっているところでありますので、これが全国ベースで一括交付金というものをどういうふうにスタートしてからこれから取り組んでいくかというときに、沖縄はそれをさらに加速させたような状況が、沖縄の自立と特性を生かす形になるんだろうというふうに私は思いますけれども、それがどのより深掘りした形で取り組むということは私はしたいと思っておりますが、C さんのご要望もご要望としてありますが、全体の動きの進展とを見ながら、
それをさらに深掘りした沖縄政策ということに取り組むという方向を持っております。はい、次で最後の質問させていただきます。北海道新聞の安藤です。北方領土の問題について伺います。はい、ロシア側は要人が相次いで領土を訪問したり、軍備を増強するなど、実効的な支配を強める動きをしております。はい、今後の領土交渉に向けて政府としてはどういうふうな姿勢で臨むべきとお考えか伺いますでしょうか。はい、直接的にですね、領土交渉を含めての問題に私が直接的な所感ではないのですが、日本固有の領土であり、現実的にロシアが支配をし、そしていろんな動きが特に最近あることは私も承知をしております。こういう中でやはり環境整備をする中で日本のこの領土問題が一日も早く解決されるように政府としては全力で取り組むべきだというふうに取り組まれるものだと思っておりますし、そういう中で国民の皆さんの世論を共通の理解していただき、喚起をするということが私の担当の大きな仕事ですね。そういう分でサポートをしてまいりたい、取り組んでまいりたいと思います。以上をもちまして川端大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。